はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。そしてご視聴ありがとうございます。今回はね、雑談動画ということでですね、タイトルの通りなんですけども、動画投稿、ゲーム実況を始めてからね、11月26日の時点でちょうどね1周年ということで、今回この動画でねお礼の方を言わせていただこうかなと、そしてちょっと雑談をしようかなと思ってこちら今撮影しております。とりあえずね、本当にいつも見てくださってる方ありがとうございます。そして、チャンネル登録してくださってる方、本当にねありがとうございます。もう登録してくれているあなたたちのことがね、もう非常に僕は大好きです。ありがとうございます。はい、ちょっとなんか自分で言ってて恥ずかしいんだけど、そうですね、まあ、1年ということで、だいぶ長く続いたなというふうに自分では思ってます。やっぱね、飽きてしまったりすることが僕は割とあったり、途中で挫折することが多いんですけど、このゲーム実況ということに関してはよくね、ここまで続いたなって自分で勝手に自画自賛しております。はい、で、まあ、そういうふうになれたのも見てくれている人、チャンネル登録してくれている人のおかげだというふうに、いつも感じていまして、最初の頃バイオハザードリベレーションズ2初めてね初実況ということで上げた時から、ちょっとしばらくかな、どれぐらいかちょっと忘れちゃったんだけど、チャンネル登録者がもう14人とかで、その後バイオハザード5とかやって30人ぐらいになったんだけども、そこからずっと増えることがなかったんですよね。で、5月ぐらいからかな、ビルダーズの体験版を始めてから、一気に見てくれてる人たちが増えてきて、で、今でもね、ツイッターとかでコメントしてくれたり、こう絡んでくれたりとかっていう人たちと今こうして出会っているわけなんですけども、本当にね、その人たちがいたからこそだというふうに思っていて、多分今でもチャンネル登録者さんの数とかが、まあ、14人とかそんぐらいだったら続けてないと思うんですよね。本当にモチベーションがこう上がったっていう意味で、嬉しいなと、ありがたいなというふうに思っています。はい、で、ゲーム実況以外にもカラオケ動画とかっていうのもねやって、で、僕海外の人が登録してくれたり見てくれたりしているようなので、特にスペイン人の方がね、いまして、そのスペイン人の方とかにこうなんか伝わるものがあるかなって思った時に、カラオケ動画でスペイン語のね、ジプシーキングスのバンボレオという曲を歌ったりとかして、まあ、もちろんね拙いスペイン語ですし、僕も決して歌は上手くないんであれなんですけども、ちょっとそんな忖度をしてみたりとかね、しました。基本的にそのカラオケが結構好きで、でゲーム実況も趣味なので、その2つの趣味をね合わせれたらなと思って投稿したのがきっかけだったんですけどね、カラオケの動画。はい、なので、まあ、そんなあんな、なんていうのかな、まあ上手くない、まあ変な話、ちょっと恥をさらしてるようなもんなので、そんなカラオケ動画でもね、歌ってみた動画、見てもらえてるようなので、まあ、回数とか見るとね、それも重ね重ねありがとうございますというふうにここでお礼を申し上げたいなと思います。はい、皆さんはどうでしたか、今年1年、まあまだあと12月残ってますけど、振り返ってみてどんな1年だったでしょうか。僕はそうですね、正直、まあ、プライベートなことは別にあまり話すつもりはないんですけども、メンタル的にはかなりきつい1年だったなというふうに思っていて、そういった面で、結構毒吐き気味になってた部分があるかなと、まあ、ディスり気味というんですかね、高圧的になっている部分があったと思うんですけど、まあ、最近それが抜けて、逆になんか反動か分かんないですけど、ものすごいねメンタルが今弱くなっちゃってるというか、まあなんだろうな、脆くなってるというかね、
そんな感じになってるんですよ。でその反面なんかこう人の優しさみたいな、人のありがたみみたいなのがすごいこうひしひしと感じたりとかすることがあって、まあツイッターの方とかでね、見てくれてる方とかわかると思うんですけど、実況でゲストで来てくれてる僕の友達のヨーダとかね、あいつとかもう最初の頃はね結構尖ってて僕が、で反りが合わなくてねディスったりとかしてた時もあったんですけども、もうその期間を抜けて最近は本当にあいつもあいつなりにいろいろ気をつけて、で僕も僕なりにこう怒りすぎないようにしてこううまくね反りを合わせて、まあ、やってるわけなんですけども、そういう感じでね、なんかなんだろうな、まあ、そんな1年だったかなと思いますね。まあ、基本的にね、結構そのなんか尖ってる風に見られるんですけど、まあもう本当に内面からすると結構こう人に頼りたがったり甘えたがりみたいなところが僕はあるんで、そこら辺が結構なんていうか、まあ、良くない部分なのかいいの部分なのか微妙ですけど、そんな人間であります。そんなところもあって結構ねビルダーズやってるとこう分かんねえっつってね嘆いたりとかツイートするとね、すかさずこうコメントくれてねアドバイスしてくれてる人とかもやっぱいて、そういうところがね動画やっててよかったなと、まあ、かまってちゃんとかではないんだけど、アドバイスくれる人がいて嬉しいな、ありがたいなっていうのをひしひしとね、感じている、まあ今日この頃と言いますか、わけなんですけど、動画投稿ねして、まあ、基本的にね良かったなというふうに、思ってます。そうだね、他にねなんかこう雑談動画って最近上げてないから、なんかこう話せることがあったら話しとこうかなってずっと考えてたんだけど、まあ、とにかく今チャンネル登録してくれてる人が好きなので、願わくば解除しないでねということかな。そしてまあ、できればね、その、興味ないゲームとかでもね、見てもらえればな、というふうに思います。まあ、プレイはね、下手なんですけど、こう、うまくね、解説できたり、こう、実況できるようにはね、努力して、心がけてるんで、そこら辺を組んでいただければな、というふうにも思いますね。で、ツイッターの方で、たまに更新とかしてるのを知ってる方は、まあ、いいんですけど、もし万が一僕がゲーム実況を上げれない状況に陥ってしまった場合は、ツイッターの方は常に更新してますので、そちらの方でね、ちょっとこれこれこういうことなので、今はできませんというふうに言いますので、そちらの方も確認してもらえればなと思います。できればね、フォローとかしてもらえれば嬉しいんですけど、まあ、フォローとかするの億劫だよっていうんだったらね、まあ、ブックマークでもいいし、まあ、確認してもらえればなと思います。ツイッターのアカウントはね、リンクは貼ってないんですけど、僕の YouTube のプロフィールっていうんですかね、あそこに概要欄にね、ツイッターのアカウント書いてありますので、まあ、そちらの方を見てね、ツイッターで検索かけてやっていただければなと思います。ちょっとお手数でめんどくさいとは思うんですけども、よろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっと急ピッチでペラペラ喋っちゃったんですけども、今後ともね、できる限りは、動画の実況をしていきたいなと思いますんで、引き続き見ていただければなと思います。本当に、いつも見てくれてる方や登録してくれてる方、ありがとうございます。はい。では、ご視聴ありがとうございました。